ねえ、新しい学校はどうだった？学校？まあまあかな。わかんないけど。頭の中ってどうなってるんだろう。そう思ったことはない？ねえ、今の気がついた？もちろん。なんか変よね。何が起きてるのか調べましょう。手伝ってもらわないと。夫に合図して。おっと、こっちを見てるぞ。ああ、なんて言ってた？申し訳ありません。聞いていませんでした。今日はゴミの日か？トイレの便座を上げっぱなしにしたか？なんだ？何なんだ、妻よ！もう一度合図して。ああ、そうだ。ライリー、学校はどうだ？何なのよ！これなんだから。あんな奴のためにイケメンパイロットと別れたの？学校は楽しかったっていい？もっと普通に振る舞うんだ、普通に。ライリー、何かあったの？もう反抗的な態度を見せました。よし、威嚇行動を取れ。雷は落としたくないがな。そんな、雷だけは。ライリー、そういう態度は良くないと思うぞ。よし、じゃあいい態度を見せてやる。いや、落ち着いて。なんだって言うのよ、もうほっといてよ。生意気な口答えをしています。防衛体制を任意しろ。防衛体制2だ。なんでそんな反抗的な態度を取るのか知らないが。俺とやり合おうってのか。だって私雷発射準備。安全装置解除。合図があり次第発射します。もう黙っててよ。発射。もういい、部屋へ行きなさい。やりました。見事に命中しました。みんな本当によくやった。最悪の事態は避けられた。本当もう最悪。おいで、一緒に飛ぼう、お嬢さん。